兄弟姉妹の皆さんに平安がありますように。続けて今日もヘブルを読んでいきたいと思います。今日はヘブル9章を見ていきます。7章から10章はヘブルの全体の書簡のこの一つのまとまりとなっています。この優れた大祭司、そしてもっと優れた素晴らしい契約の話です。ヘブル全体ではこの一つの概念があります。それは、キリストはこの私たちもこの臨在に導い入れてくださいました。で、私たちは至聖所に入ることができます。大祭司が至聖所に入るとき、大祭司というのは今イエス様ですね。私このメルキゼクの位に等しいこの大祭司のイエス様が至聖所に入られます。この幕の向こう側に入ってくださって、そして神様の臨時の前に立ちます。この恵みの御座の前に。なので私たち全員イエス様のおかげで私たちは至聖所に入って神様の前に立つことができます。このメルキゼクに等しいこの大祭司イエス様は私たちをこの最後まで救ってくださる、最後の時まで救ってくださる方です。神様右の座についておられて、いつも私たちのために取りなしに祈りをしておられます。ちょっと7章を見てみましょう。7章27節、他の大祭司たちは違い、キリストはまず自分の罪のために、次のその次に罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたからです。ヘブル7章27節、この大祭司は私たちの仲介者となられただけではなくて、神様イエス様は自分自身の血を携えて至聖所まで入ってくださいました。この地上の幕屋というのはいつも捧げ物を捧げますね。この罪、人間の罪のために捧げ物というのは捧げます。この生贄を捧げます。しかしキリストは罪は犯していません。キリストは生贄なんて捧げる必要はないんですね。このキリスイエス様は罪がないので、なのでこのイエス様は罪がない、この素晴らしい大祭司、一番優れた大祭司と言えるのです。イエス様はただ一度ご自身をお捧げになりました。この一度で全てのことを成し遂げられました。イエス・キリスト、このメルキゼクの位に等しい方は私たちのこの全ての罪に対して至聖所に入っていってくださいました。なのでこの7章、ヘブル7章27節、イスラエルの人々はこの旧約聖書をこの信じてますね。でこの7月に、あ、すみません、7章27節はこのヨミキプール、この大食材の日にもこの関係しています。この大食材の日でこの関係しますね。27節で今日9章のタイトルは優れた生贄、完璧な救い、完璧な救い、完全な救いです。
9章ではこの大祭司、旧約聖書、あ、新約聖書の大祭司、この方は神様の右の座についておられる方。また8章では、この大祭司は天におられる大能者の座の右についておられる方ということを見ました。この地上の幕やでは、この旧約聖書ですね、旧約聖書ではまずみんなが生贄を幕屋に持っていきます。そしてこのレビ人たちによってそれが準備されますね。この旧約聖書によってはこの生贄はこの捧げ物を持ってきます。なぜ生贄や捧げ物を持ってくるんでしょう。それは人間は罪があるものだから、罪のためにこの捧げ物を神様に、あ、生贄を神様に捧げるのです。この血によって人の罪が流されるから、清められるからです。それによってこの神様との関係を回復させようとする。そのためにこの旧約聖書の地上の幕がありました。しかしこの新約聖書、キリストはこの大祭司、永遠の大祭司と呼ばれています。イエス様はさらに優れた素晴らしい契約を成し遂げてくださいました。8章8節を見てください。しかし神はそれに賭けがあるとしてこう言われたのです。主が言われる、見よ、日が来る、私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が、で、私は私の律法を彼の思いの中に彼らの心に書きつける。で、彼らは私の民となり、私は彼らの神となる、10節です。8章10節。この旧約聖書では成就することができなかった、成し遂げることができなかった、この神心に書きつけるという、旧約聖書を通して私たちはいろんなことが分かるのですけれども、例えばこの捧げも捧げ続ければならなかったんだとか。しかしこの大祭司が変わったので、この私たちのこの性質というのはこの旧約聖書によってもこのなかなか清められることはできませんでした、完全に。しかしイエス様が大祭司になられたので、私たちは新しい契約に導いてくださいました。この新しい契約によって、この新しい契約によって、この神様のこの律法を私たちの思いの中に、心に書きつけてくれることが可能になりました。エレミア31章、30章から33章、31章から33章は、この8章10章12章、ヘブルの8章10章12章と関係しています。このエゼキエルも何回かこのヘブルに出てくることが関係していることが出てきます。この肉の心とこの石の心ですね、皆さん覚えてますか。私たちは神様の律法に従っていくようとします。この8章で分かる通り、なぜ旧約聖書に来てた人たちはこの成し遂げることができなかったのでしょうか。この律法を彼の中になかなか入れることができなかった、旧約聖書だけでは成し遂げることができなかった、この律法を私たちの思いの中に入れるということ。しかしこのヘブルでは、新しくヘブルではこの大祭司、新約聖書に出てくるこの大祭司、彼の捧げ物は何だったんでしょうか。この
まず神様はもう一度神様の律法を私たちの思いの中にここに書きつけると言ってくださいました。なので私の心の底から神様に従いたいという願いを与えてくださいます。この外側からのプレッシャーによってこの律法に従う、このプレッシャーをかけられるから従う、もう罰を受けるから従わないといけないというそういう思いに駆られることはありません。例えば駐車場でこの料金を料金、例えば料金を払わなくてそのまま止めることが可能だとしたら誰でも止めますよね。まあ、駐車場料金がなか、まあ、ただもう私たちは好きなように車を止めることができます。旧正月覚えてますか？もうそこら辺にみんな車を止めて好きなように駐車してましたね。覚えてますか？この路上に駐車したらいろんなことしてました。まあ、実は警察もあまり取り締まろうとしないんですね。今日の旧正月もうどうしようもできないと警察も分かっているので、なので人々はこの話を聞いてよく笑っていました。そうだよねと、まあ、みんなそこら辺取る、その旧正月だけはどこにでも駐車することできるよねと。なのでこの私たちはいつもこの自分勝手なことをしている。例えば警察が来たら人々は警察は取り締まるでしょうけれども、もし警察がいなければ私たちは好きなように止めます。まあ、旧約聖書も同じです。この人間は皆罪を犯しているのですけれども、皆律法を破ってしまいます。しかしこの新約聖書ではイエス様が大祭司となったことでもっとさらに優れた契約を私たちは得ることができました。このイエス様が捧げ物となったことでこの神様の律法が私たちの思いの中に入ったことによって私たちが神様に従うことができるようになって、私たちがもう心から神様に従うことができるようになったということです。このイエス様という素晴らしい捧げ物のおかげで9章1節10節が第一段落です。一節ですね、初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖事とがありました。礼拝というのは、まあ、日本語でも礼拝ですね。礼拝という意味には礼拝です。で6節は、さてこれらのものが異常のように整えられた上で前の幕屋には祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが、このサービス、この使える、まあ、礼拝ということです。まあ、彼らはこの幕屋に入って礼拝をするのですね。使えるだけではなくて礼拝をします。神様、まあ、人々が捧げ物を持ってきて、で年に一度神様との関係を回復させます。7節ですね。まあ、1節ではこの聖女が出てきました。2節、幕屋には食台と机、そして備えのパンがあり、そしてそこは聖所と呼ばれるところです。でまた3節、第2の垂れの後ろには聖所と呼ばれるところがあり、で4節、そこには金の香壇と全面金で割れた契約の箱、そして箱の中にはマナの入った金の壺、目を出したアロンの杖、そして契約の2つの板がある。4節、
呢個作者咧係誒，佢就話啊呢啲嘅嘢咧，大家都知啦啊，我唔再細講。私たちは、1節から4節で私たちは知ってますね。なので私は、詳しく説明はしませんけれども、すべてのこの聖書にあるすべてのものは一つ一つ深い意味があります。この7章でも言ってたんですけれども、ただ一度でこの7章27節ですね、ヘブル7章27節、ただ一度でのことをすべて成し遂げられた。没有不带着血咧，为自己同埋百姓嘅过错献上。没有带着血为自己人和百姓的过错来献上。所以呢一度讲到咧，就系赎罪日嘅呢一个嘅仪式。ここにあのこの大贖罪の日が書かれています。この年に一度だけ入りますと、大祭司だけが年に一度にこの幕屋に入っていきます。大贖罪の日は頭一層の帳幕は每一日的、頭一层的帐幕是每一天的。每一日咧都要去。なので以前はいつも大祭司は年に一度に入って、毎日入って、そしてパンを変えたり、この使えていました。で金の香壇の前で祈って、毎日毎日彼らのするべきこと、務めを果たしていました。で大祭司が年に一度に入ってそこで使えるのです。この礼拝という全ての務めを大祭司レビ人が果たしていました。でこの大祭司大食材の日には大祭司が年に一度至聖所に入っていきます。8節、これによって聖霊は次のことを示しておられます。すなわち前の幕屋が存在している限り、存続している限り、誠の聖所への道はまだ明らかにされていないということです。なぜまだ明らかにされていないと言っているのでしょうか。なぜ聖所の道はまだ明らかにされていないのでしょうか。なぜならこの捧げ物がいつも毎回毎回人によって持ってこられていたからです。この人間の罪を贖うためにこの毎回毎回いつもこの捧げ物を下げられていた、まあ、儀式のように。この人が前にいつも捧げ物を下げることで神様を満足してもらおうと。しかし私たちのこの意識の中、意識レベルの中ではなかなかこの清められません。まあ、これは簡単に理解できないことなんですけれども、まあ行動では、例えば大きな間違いをしてしまってたり、私たちの中にはいつもそれをこの責める思いがありますよね。もし私たちが罪を犯してしまったら、で私たちが神様、その思いの中で神様を礼拝するしようとすると、それが邪魔になります。例えば偶像礼拝する人たちはいつも インセンスをこの燃やしています。ある人は大金を使っていつも偶像にこの捧げ物をしています。この偶像礼拝のする人の話なんですけれども、ちゃんとこの綺麗な格好をしていつもこの彼らは仕えてるの、ちゃんと髪の毛をちゃんとして。偶像礼拝してる人たちは時々私たちよりもガッドリーなんか敬虔なように見えます。なぜこの偶像礼拝する人たちはそれを止めることができないんでしょうか。それは彼女の中に罪の意識があるからです。私たちのこの意識のレベルに、私たちは汚れているという思いがあるからです。私たちの心の底にはこの何かこの成就する、この達成することができない、この汚れと思いがあると私たちは知っているからです。
生的神、永恒的神呢去面对你的问题。なのでこの私たちの人生にたくさんの問題を持って神様にこの対面しようとしているのです。9節、このマクヤはその当時のための比喩です。それに従って酒物に酒物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできません。10節、それらはただ食物と飲み物と種々の洗いに関するもので、新しい秩序の建てられる時まで課せられた彼に関する規定に過ぎないからです。この規定、体に関する規定が出てきます。この10節、これどういうことでしょう。例えば、新しい秩序を立てる時までというのはこのリバイバルということですね。リバイバルがあるまで、起こるまで、この壊れたこの秩序の中に彼らはこの以前いました。この大祭司を通して、この今のこのイエス様という大祭司を通してそれを完全にしようという新しい秩序が立てられるまで、このイエス様のことですね。で、11節、何力か。10節、しかしキリストはすでに充実した素晴らしいことからの大祭司として来られて、手で作られたものではない、言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大なさらに完全な幕を取り、この大食材の日というのは私たち年に一度、毎年やらなければなりません。でこの動物の血によってこの捧げられるので、これは完全なものとは言えません。この私たち の, この意識の中 の, この汚れと思いというのを完全に清めることはできません。11節から28節が第二段落です。首先第一段就是第一到到第十四節，第十一到十四節的。第2段落は11節から14節、第2段落の小さいポイントが11節から14節です。11節です。しかしキリストはさっき読みましたね、この11節です。但現在基督已經來到做了將來美事的大祭司，他經過了更大更完備的一個的帳幕，不是人手做的，也不是屬這個世界的。他說經過那更大更全備的帳幕，キリストはこの大祭司としてこれ手で作られたものではない。我想大家要看到一個，この一つ写真を見せたいと思います。現在 他已經復活了。我想イエス様は蘇られました。写真ではないですね。そうだ、ピクチャーというか。OK。イエス様は 100% 人間です。イエス様は地上では 100% 人間でした。なんか天使のよう なんか体の本当の体を持ってないよう なんか 霊的なもの。この天からのものは全部そうだと考えます。しかしここではイエス様は肉を取り、この人として来て、この来たんですか。それイエス様がこの大祭司として天におられます。イエス様は 100% 人間でもありました。この人の形となられて、そして私たちも大祭司になられました。然後在这里他要进到一个不
イエス様はこの地上の幕屋には行きませんでしたが、また天の幕屋に行きました。この地上のよりもはるかに素晴らしいものです。素晴らしいこの 天の天幕、この11節に書かれています。この完全な幕屋をイエス様は通られました。この地上の幕屋ではこのヤギやこの牛の血が必要です。12節、しかしイエス様はご自分の血によって真の聖所に、ただ一度真の聖所に入り永遠の贖いを成し遂げられました。12節、この天のものなのでこの永遠のものです。しかしこの地上のものはヤギと子牛の血によってで血によってこの 通るのですけれども、例えば大贖罪の日、大祭司はこの大祭司の自身の罪やレビ人の罪のためにも子牛この捧げます。この羊やこのヤギなどをこの祭司やレビ人のためにもこの捧げますね。例えば2つ、2匹の羊を捧げます。このヤギを全焼の生贄として捧げて、これが大祭司が聖所でやってたことでした。聖所でやってたことでした。でこの血を聖所の中でこの振りかけます。この清めの過程として清めていく過程として大祭司が血を振りかけていました。非常に複雑な務めですね、任務でした。で大祭司が間違わないように非常に注意を払ってこの使えていました。大祭司は人間なので非常に注意を払って気を使ってこの聖書の中で使えていたのです。しかしイエス様はただ一度誠に聖書に入り永遠の贖いを成し遂げられました。この捧げ物は何なんでしょうか。これはイエス様の血です。イエス様は永遠なので永遠に存在しておられるお方なので、なのでこの永遠の贖いを成し遂げることができました。このイエス様は永遠に生きておられる方で罪のないお方だったので、この永遠の贖いを成し遂げられたのです。13節、もしヤギと牡牛の血また雌牛の灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして肉という清いものにするとすれば、14節、ましてキリストが傷のないご自身を特殊への御霊によって神におかげになって、その血はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせることができるでしょうか。はい、14節でしたね。はい、あなた方の死んだ行いから離れさせる、そして生ける神に仕えるものとすることができる、14節でした。はい、仕えるとここに書いてありますが、この仕えるという言葉は礼拝するという言葉と同じです。入れ替えることもできます。私はどのようにして清い良心を持つことができるのでしょうか。それはイエス様がただ一度私たちのすべての罪を取ってくれたおかげで清い良心を持つことができます。私の過去と現在そしてすべての罪をただ一度も全部取ってくれて清めてくれて、私の良心は清められました。それで15節、こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者ですと書いてあります。そしてこれは死んだおかげです。初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したと、
そのおかげで仲介者になれたと。召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためです。相続できるのです。これはとても優れた生贄、優れた犠牲だったのです。地上の犠牲はもうただ一度だけで済んだ。この犠牲は永遠の犠牲であった。もう時間にも制約されない、時間をも超越する最高の優れた犠牲であったということなのです。過去においては人々は生贄をいつも持ってきましたけど、神様に目を留めながら捧げ物をして、そしてこの地の贖いを受けていました。この地の犠牲による力は働いていました。この最初の契約、古い契約の場合はそうでしたね。イエス様が来る前はずっと多くの人々はこのように動物の血を持ってきて罪を贖うためにいつも定期的に来てやってました。そして信仰を持ってこれをやるとき、これは有効でした。しかし15節に新しい契約と書いてあります。イエス様を信じる者たち、はい、これはもう一度で済むものでした。そうです。そして信仰を持ってこの犠牲を受け入れるときに、私たちはこれ永遠の贖いを受けることができます。良心が清められているからです。この15節に永遠の資産を受けることができる、相続することができることが書いてあるんです。私たちはずっと永遠の神様に仕え続けることができるんです。私たちの罪とかが全て許されたので、全部許されたからです。分かりやすいようにちょっと描写したいと思います。例えばある人が罪を犯します。もうこの人は犯罪を犯したとしましょうね。例えばもう人殺しをするとか、人殺しをして裁判官によってもう無期懲役に処せられる、もう一生ずっと刑務所にいないといけない、そのような、はい、判決を受けた、それだけひどい犯罪を犯したとしましょう。じゃあもうこの人はもう一生ずっと刑務所にいないといけないですね。もうずっと一生罰を受けながら後悔し続けないといけないです。である日、はい、想像してください。そんな人があなたの目の前に突然現れる。で、あなたは、あなた刑務所にいるんじゃないのって、いや実は私代価を払ったんですよ、私釈放されたんですよ、私、はい、この犯罪のための、はい、代価を払ったから、代金を払ったから、だから牢屋にいなくていいんですよと。そうなんです皆さん、私たちは払わ、はい、罪許されたので、もうすでに罪のためのこの代価が払われたので、私たちは永遠の資産を受けることができます。イエス様の正しさ、イエス様の義が私たちのものとなりました。しかも永遠に私たちのものになったんです、このイエスの義が。はい、この章に戻りますが、キリストはこれからやってくる良いもののために大祭司になってくださった。中国語では、はい、ここでは将来の未来のだ、はい、良いものと書いてあります。しかし英語の NIV 訳では良いものはすでに来たものであるとあります。イエス様が大祭司になった時もすでにやってきた良いことのために大祭司になったと書いてあります。このイエス様の犠牲は永遠の犠牲です。これは時間の制約を受けない犠牲です。私たち今日の人間はどのようにこれを受けることができるか、できるんです。ちょっと前をちょっと見返さないといけないですね。イエス・キリストを通して私たちはイエス様の血によって死聖所に入ります。そしてこの贖いを受け取ることができます。それで旧約聖書の時代についた未来を見ていました。将来にしかないからです。でも私たちは過去のイエス様の犠牲を見ています。
そして過去のこのイエス様の犠牲の効果を今私たちが受け取っているんですよ。この罪の許しの効果を現在の私たちが過去のイエス様の犠牲のおかげで受け取っています。私たちはさらに自分たちの将来において永遠の将来において遺産を受け取ることができます。素晴らしい永遠の資産というものが用意されています。永遠の資産が約束されているんです。私たちはかつては神の約束に預かれないものでした。遺産もなかった。神の資産など何にも受けられない存在でした。もうある意味子供なんですけど、家を追い出された子供のようでした。もうお父さんに逆らってもう何にもなくて貧乏な状態で追い出された息子と一緒です。実は私もそういう人間だったんですね。小さな時私家でしたんですよ。私後になってお父さんと仲直りしようとしたんですけど、その前に香港に来てしまいました。でお父さんは何お前香港に行くんだよって、もう頭おかしいだろう、もう一族の恥だ迷惑だ、そういうわけで私と私の家族は一族からみんな追い出されてしまいました。それで私の妻に言ったんですよ。もうお父さんの顔なんか見たくない、もう私には資産も遺産もお父さんからはもらわない、もう父親は私を感動した、もう私を息子じゃないと言ってる、そういう状態で香港に来ました。しかし何年も香港にいて、いや主に感謝します、お父さんとの関係が回復されました。もうお父さんが死ぬ間際も遺産を私にくれたんですよ。で私には、はい、これから私は何を学べるでしょうか。永遠の資産を私はどのように受け取るか。父親が私の間違い私の罪をもう見ないでくれて、それで遺産をくれる、はい、イエス様という方が犠牲を払ってくれて私の代わりに、はい、罰も受けてくれたから、お父さんが、はい、遺産をくれる、私のした悪いことを全部無視してくれる、はい、じゃあ第2段落に進みましょう。9章の第2段落ですけど、これは裁きの話が書いてあります。永遠の裁きです。なぜさっきからもう犠牲の話ばっかりしてますね。私たちの心にはいつも罪悪感と罪責感がいつもあります。それは何でしょうか。それは私たち人間が知ってるんですよ。自然に本能的に知ってるんです。いつの日か自分は裁かれると、自分の罪はいつの日か裁かれると。イエス・キリストを信じてない、神様なんか信じてない人も、もう心の奥底では本能的に知ってるんです。いつの日か自分は裁かれる、自分の罪を裁く時がやってくることを知ってるから不安なんです。しかし私たちはどのように裁きを避けることができるか、これイエス様の犠牲のおかげです。はい、16節からです。第2段落、遺言には遺言者の死亡証明が必要ですと書いてあります。はい、これは遺言という言葉ですね。はい、遺言、まあ、中国語の聖書や他の訳では、はい、遺言です。英語の聖書では契約という言葉ですけど、日本語や中国語では遺言と書いてあります。はい、イエス様の死んだ後、はい、たくさんの遺産が残る、しかもそれがもらえる、しかもこれが永遠の遺産であり、これを私たちは相続できる。だから私たちは新約聖書を信じています。新約、イエス様が死んだ後、イエス様が死んだ時に遺言がある。この遺言にはイエスが死んだら、このイエスの資産を遺産をあなたが受け継ぐことができるという内容です。これが新約聖書なんですよ。私たちはでもこれを遺言と呼ばないで新約聖書と呼んでおります。英語では新しい契約、新しい名約ですね。はい、新しい契約、この契約はある意味遺言なんですよ。まあ、中国語では、はい、古い遺言、新しい遺言、はい、古い遺言は
生贄を持ってくる。動物の生贄が死んだら大丈夫だよという遺言です。動物の遺言です。これは不完全です。でもイエス様の遺言、イエス様の契約、これは完全なものです。永遠に有効なものです。一回で済みます。かつては動物の血だったけど、今はイエス様の血によってサインされています。そして前のものよりずっと完璧で、しかも永遠に有効なものです。なぜならイエス様は神様の御子ご自身ですから、その人の血ですから。イエス様の血のおかげで私たちはもう一度きりの犠牲でもう永遠に許されているんです。まあ、原理は変わってないですね。旧約も新約も、旧約時代もやはり血が必要でした。血によって罪は贖われていました。でもこれは動物の血でした。動物の血を使って人間の罪は清められていました。で、新約聖書でもやはり血は必要です。しかし、しかし新約において罪を清める血は動物の血ではなくてイエス様の血です。まあ、どちらの場合も血がないと罪は清められないんです。これは共通しています。しかし新約の場合は永遠です。もう永遠に効力を失わない血なんですよ。はい、25節に行きます。イエス様は毎年自分の血でもないような血を携えて聖所に入る大祭司とは違い、キリストは自分を何度も下げることはしない。26節、そうもしそうでなかったら世の初めから何度も何度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。イエス・キリストが一度もう一度きり地上にやってきて、ただ一度私の過去現在未来のすべての罪を永遠に除くためにただ一度自分を犠牲にしました。ただ一度自分の血を捧げました。なんたる素晴らしいことでしょうか。現在の私たちもイエスの血によって罪が許されるんです。清められるんです。はい、私たちは40日間の断食と祈りの期間を始めました。今この私たちの断食と祈りの期間の間、ずっと罪の告白をしないといけないですが、なぜ告白しないといけないんでしょうか。これは許しを得るための告白じゃないです。これが必要、告白の必要はイエス様の流された十字架の血の効果を得るためです。私たちの罪が清められるためです。自分の努力に頼って告白するんじゃないんですよ。ああ、もう頑張って頑張って告白して、もしかしたら許されるんじゃないかじゃないです。もうあなたの両親が罪悪感に苛まれてて、ああもっと深く悔い改めできたかな、ああもしかしたらこれ罪だって知らないから告白しそびれたことがあるんじゃないかな、ああもしかしたら隠れた罪が他にもあってまだ気づいてないのかな、いやあるいは先祖からの罪がいっぱいあってこれを告白できてなかったのかなと、はい、告白するときも毎回毎回疑問がノリにあります。告白するたびに心の底にいろいろ疑問もあります。しかしただ一つ確信してほしいことがあります。兄弟姉妹の皆さん、私たちはこの許しの恵みを信仰を持って受け取りましょう。贖いを勝ち取るんじゃないんですよ。もうすでにイエスが勝ち取ってます。私たちはただ蛇口をひねってさっと水を受け取るようなものなんですよ。もうさっとこの効果をただ受け取ればいいんですよ。このことは確かに確信してください。完全な信仰を持って疑わないで、そのことだけは信じてください。私は罪を犯した、神様の前に行って罪を告白しないといけない。
聖霊様が示したことは何でも私は告白しますと。いや、その時に素晴らしい恵みが私には提供される。旧約の人間たちは未来にまだ起きてもいない贖いを目指してこれをやってたけど、私は過去にすでにイエス様が犠牲を払ってくれたことを振り返ってそれを受け取ればいいだけだ。もう神様の恵みをただで受け取ればいいんだ。もう永遠に神様に仕えることができる。そして永遠の遺産を私は受け継ぐことができる。27節、人間には一度死ぬことと死んだ後に裁きを受けることが定まっている。それと同じようにキリストも多くの人の罪を負うために一度ご自身を捧げました。二度目に現れるときは罪を負うためではない、彼を望んでいる人々の救いのために来られる。旧約聖書の時代において贖いの日には非常に重要なことが一つありました。もうすべての幕屋の外にいる人間たちが大祭司が戻ってくるのを待ってるんです。なんで待つかというと、死聖所に入る大祭司たまに死ぬんですね。もう慎重に慎重にこの贖いの蓋のところに来ないと何かミスを犯して神様に打たれて死んでたりしてるんですよ。生贄の血を持ってくるとき、もう真っ白な清い衣で入ります。神様の油注がれたものとして彼は死聖所に入らないといけないです。でこの油注がれたものが無事に外に出て戻ってきた、死聖所から生きて戻ってきた、あ、ハレルヤ、私たちは許された、これで罪がもう清められたってなってたんですよ。旧約の人たちはいや、やっと今年も安全だ、来年もまた、はい、同じように清めするぞ、毎年毎年清めまたやるぞ、やったってなるわけです。でイエス様も2度目に私たちの前に現れる必要があるんです。これと同じように2度目現れるんですよ、この大祭司なんで。まだそれ起きてないけど必ずそうなります。2度目に私たちの前に姿を再び表すことが起きます。永遠の大祭司が天国の幕屋から私たちの前に再び姿を表します。信じてない人々は裁きに遭いますが、しかし私たちは裁かれません。私たちの場合は、あ、イエス様が来た、あ、もう救われた、もう永遠に私たちは救われたと喜ぶんです。永遠に救われるんだ、イエス様は確かによみがえっているんだ。今日の私たちはイエス・キリストのこの永遠の救いを今待ち望んでます。何を土台にして待つんでしょうか。一つのことを土台にしています。イエス・キリストが死んでくれて、そして2度目に現れる時何か起きた、復活して私たちに復活した姿を見せてくれた、イエス様が復活して、その復活したイエスが私たちに姿を現す、イエスが復活した時に500人もの人々に現れてくれました。そして今あの私たちにも現れ続けてくれています。そのような恵みを私たちは受けています。復活したイエスの体を見るとき一つのことが分かります。あ、イエス様が復活したのは私たちを贖うためだったのだ。イエス様はまるで囚人のように全ての犯罪の責任を受けてくれて牢屋にまで行ってくれた。あ、でも牢屋から出てきたイエス様は、あ、それで私たち全ての罪を犯した私たちの罪はもうなくなった。イエス様をもう一度見るとき完全にあなたの罪はもうなくなって、あなたは永遠に救われていることが分かるんです。この信仰を持って毎日どんな困難にあっても信仰を持って、はい、信じることです。あ、イエス・キリストは復活したんだ、私たちは清められている、私たちは義にされている、イエス・キリストによって正しいものにされたんだ、
確かに私は完全ではありません。罪の告白もまだ必要です。そうです、告白も必要じゃないくらい完璧にはなってません。そうです。しかし罪を犯すとき、私はこの十字架の救いを受け取ることができます。イエス様が戻ってくるの、再び現れるのを私は待っています。なぜなら永遠の資産が待っているんですよ。これから私に与えられるんですよ。イエス・キリストが信じる私たちに戻ってくる、これ私を裁くためではなく救いを与えるために戻ってきます。これが私たちの信仰の土台になるように、こんな時、嵐に遭う時に怒りとなるように祈ります。いつでも大変な時、イエス様を握ることです。私は罪を犯してしまう時、私は十字架の血を受け取ります。私を清める十字架の血を受け取ります。そして神様を見続けます。イエス様の再臨を待ち望みます。復活の主は確かに戻ってこられます。確かにまた現れてくれます。この贖いの日に大祭司は聖所の奥に行きます。死聖所に入ります。そして天国の聖所にもイエス様はいます。そして私たちのために天の死聖所で救いを達成してくれます。はい、それではメッセージ終わります。キリストの救いのために私たちは主との関係を戻りました。主に礼拝しましょう。耶和华你的荣耀降临，在地上如天上的奇门，你是我们的神，我们是你子民，因你荣耀我不住敬拜。我手造，我手造是为敬拜你，我手造是为了荣耀你，你是我们的神，你与我们同住，因你荣耀我不住敬拜。神在，神在，神在，祂在，祂在，神在，神在，神在，
イエス様感謝します。すべての栄光、御座にいる子羊に着せますように、着すように。主、今日御言葉を通して私たちに教えてくださいました。私たちは完全なものではありません。私たちは常に自分を頼ってきました。しかしあなたの救いによって、私たちは主の救いの中で完全なものになることができます。感謝します。兄弟姉妹の皆さん、主に賛美しましょう。私たちは完全なものではありません。しかし主の血潮によって私たちは、主イエスキリストによって私たちは完全なものになることを感謝します。特にあなたの弱さによって、弱さの部分、主に感謝しましょう。主の力、主の癒すは私たちの中に入ります。主イエス賛美します。あなたは永遠の生贄として捧げられました。あの血潮は私たちを心を清めることができます。私たちの良心を清めることもできます。私たちの行い、死んだ行いを清めることができます。感謝します。主イエス賛美します。あなたの血潮は私たちの汚れたところをすべて清めてくださいました。主の血潮で私たちの罪をすべて清めてくださいました。兄弟姉妹、あなたの両親にはまだ旧約の時代にいる状況ですか、罪に縛られている状況ですか、たくさん、自分に訴えているのではないでしょうか。サタンに常に訴えられているではないでしょうか。皆さん、主の御前で静まって、あなたの心の中の重い、その罪悪感を主に話しましょう。主の血潮の効果を受け取りましょう。皆さん、声を出してイエス様に言ってください。特に心には非常に鉢であるところ、あなたは罪人であること、その罪は許されないことと思う部分、主に言いましょう。イエス様、御前に来ます。私たちの心には、私たちの心には非常に強い罪悪感があります。私たちはあなたに対して罪を犯した深い考え方があります。私たちは神の子供としては、人々に対してその愛がない、特に家族のものに対して、子どもに対して、配偶者に対して、私たちはあなたの愛で彼らを愛したいんですけれども、しかし私たちの古い性格はまだ出てきました。私たちは良いことはできません。特に家族に対して良いことはできません。非常に家計があるものです。その罪悪感、その罪悪感、あなたの御前に持ってきます。清めてください。ご臨在の中で清めてください。救いの恵みを与えてください。助けてください。キリストは新しい契約の仲介者です。初めの契約の時に違反から
開かない出すために死が実現して召された者たちが約束された永遠の資産を受け継いだためです。主の父親は私一人一人のために捧げられました。イエス様は十字架に死んだことだけではなく、イエス様は復活されました。私たちのすべての罪は清められました。私たちの罪すべて十字架につけられました。主は私たち見舞いに来て、あなた血潮効果を受け付けます。私たちはあなたの資産を受け付けます。私たちは恵まれたものです。皆さん、立ってください。立ってください。主に賛美しましょう。私たち主に奉仕しましょう。主は生ける神で、私たちの賛美にふさわしいからです。イエス・キリストに栄光を着せますように。皆さん手を挙げてください。イエスに賛美しましょう。イエス様は私たちの望みです。兄弟姉妹の皆さん、40日の断食について祈っていきましょう。この40日の間に断食できるのは神様の恵みです。私たちは自分の命の源に戻りましょう。イエス様は私たちの命の源です。イエス様から力を受けましょう。そして私たちの人生突破できるように、家族の関係と突破できるように、そして私たちの弱さの中で勝利できますように、この40日の断食の中で主は私たちにリバイバルさせると私は確信します。皆さんご自分のために祈ってください。私は祈るときには主は必ず力を与えてくださいます。イエス様、イエス様、あなた必要です。断食の中で恵み必要です。私たちは非常に弱いものです。あなたの皆を呼び求めます。私たちはあなたに集中します。私たちに語ってください。私たちの心を魂に語ってください。私たちはあなたの御言葉欲しいです。私たちの心の中に書き記してください。私たちは応答したいです。私たちは自分の弱さに集中したくないです。あなたの恵みに頼ります。
皆さん祝福を受けましょう。イエス様、感謝します。クリスト様はすでに来られました。彼は素晴らしい大祭司となりました。彼は完全な幕屋に、幕屋を通してこの世界のものではなくて、この被造物ではなくて、彼はご自分の血でただ一度捧げることによって永遠の生贄として捧げてくださいました。イエス様、感謝します。あなたは私たちの大祭司です。あなたは素晴らしい救いを年明けられました。私たち両親の欠けてる部分を取り除いてくださいました。行ける道を与えてくださったこと感謝します。あなた父を私たちに振りかけてくださったこと感謝します。私たちは清めることな、清めてくださること、清めることができること感謝します。この40日間の断食の中で、私たちあなたと同じ一つの心を持つように助けてください。あなたはただ一度だけ捧げることによって、私たちの永遠の生贄へとされました。私たちも自分の体を捧げます。私たち古い人、私たちの古い性格、古い性格あなたに捧げます。あなたは私たちのために死聖所に入ってくださった、新しい道を与えてくださったからです。助けてください。私たち古い道歩まずに新しい道歩むように助けてください。教会を祝福ってください。教会を通してこの社会、この世の中を祝福してください。特にコロナウイルスの中で、あなたの救いを私たちに表してください。この世に表してください。イエス様の御名によってお祈りします。アメン。